いや頑張っていかなあかんなって、もうかぶってる。どうも、ハイゴレイです。今日は背中に感じる寒気だけでも覚えて帰ってくださいね。お前ら何してんねん、もう並べ。じゃあ早速いつもの挨拶いっちゃいましょうか。せーの、幽霊はいつもあなたのそばにいる。あなたの背後にハイゴレイ。何してんねん、もうそんな挨拶ないわ。おなじみの挨拶ですけど。どこでおなじみやの、もう知らんわ。もうそんなんいいんですよ。私思うんですけど、やっぱり女子サッカー選手ってかっこいいですよね。確かにむっちゃかっこいいやんな。ゴール決めた後のパフォーマンス、あれ私どうしても一回やってみたいんですよね。じゃあやっちゃいましょうよ。うん、やったらいいの。じゃあ私選手やります。じゃあ私も選手やるから、アンチ熱烈なサッカーファンやって。オッケー。日本、あい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 って、おいシュート、ナイスシュート。続けんでええねん。ナイスシュートってなんやねん。なんでそんな怒ってんの。なんで私ファンなん。選手ちゃうやん。アンチュ、サポーターは12人目の選手やで。頑張れ日本って何やらしてくれたんねん。私選手したいの、ゴールパフォーマンスしたいの。要するにゴールを決めてみんなにチヤホヤされたいってこと。嫌な言い方すんな。欲深い人間。そんなのやめろ。じゃあアンチュ選手やってください。私外国人監督やるので。じゃあ私通訳やります。ペラペラペーラ、ペラペラペーラ。石塚選手、この戦いに勝てば世界一です。準備はできてますか。はい、バッチリです。ペラペラペーラ、ペラペラペーラ、ペラペラペーラ。あなたに一つ言いたいことがあります。うん、何ですか。ペラペラペーラ、ペラペラペーラ、ペラ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 ペーラ。夜中に何もないのに突然目が覚めることってあるでしょ、うん、あれって霊からのメッセージなんです。つまり夜目が覚めた時は必ず近くに霊がいるってことなんです。オッケー、ゴー。よし、行きなさい。ウィス、恨めしようって。おい、いや、なんでこんなん言ったん。こんな時だからこそ言おうと思って。こんな時ってどんな時やねん。ほんまちゃんとやって。わかりました。じゃあアンチ選手やってください。私たちチームメイトで盛り上げるのでお願いしますよ。よし、このシュートが入れば逆転や。シュート、ゴールって被ってる。せーの、